1991年の阪神タイガースでは、1991年の阪神タイガースにおける動向をまとめる。この年の阪神タイガースは、中村勝弘監督の2年目のシーズンである。この年はいきなり開幕後連敗とつまずき、5月に8連敗、6月には、チーム新記録の10連敗、7連敗と大型連敗が相次ぎ、 セリーグでは1965年 3K、1980年中日、1985年ヤクルトに、ついで史上4度目の全日程再開に終わった。3割打者は新外国人のトーマス・オマリーのみ、2桁勝利、投手ゼロでタイトル争いに絡む選手もいない中、9月22日から中込め新、湯船、敏郎。 野田浩治、井野又隆史、河西宗とも試合連続でドラフト1位入団投手が関東勝利という快挙を達成し、これが翌年の快進撃につながっていく。9月に11勝を9敗と持ち直したが、チーム打率237、チーム防御率4.37と、投打もに低迷し2年連続再開に終わる。シーズン終了後、 総合コーチの川藤構造が対談。本節では、前レギュラーシーズン終了から本シーズン開幕までの支配下選手、育成選手の登録、抹消について記述する。なお、抹消の挙手は、球団職員または、スポーツ関係、芸能関係の職業に転身した場合や亡くなった場合のみを記載し、空欄は前日以外の一般職業に転身もしくは、 挙手不明を示す。また、対談区分は自由契約、任意引退、詳細不明である場合については、記載しない。125試合目、126試合目の10月10日の、対応戦と、128試合目、129試合目の10月13日の、広島戦は、ダブルヘッダー色付きは規定投球回数以上の、選手選出なし。ありがとうございます。